ぐんじです。みんなの心に獣萌え、木村直美太と申します。囲碁見知る今日。いやー、今回ね、まあ息抜き動画みたいな感じでねそう、これね届いたんでね、もうこれを装着したい、それだけなんですよ。何が届いたかって、これですよ。ほい猫獅子のね、風への抱き枕。うわいやー、あ、ちなみにこれ非公式です。はい、まあこれについていろいろと説明しましょう。ちょっと準備しますんで、お待ちを。準備できた。はい、というわけでね、あのこちら何っていう方説明しますとですね、あ、まあ、猫獅子ってあの公式のサイトっていうのか、まあ、なんか猫獅子は公式が出している抱き枕カバーがあるんですけど、僕が今回買ったのはですね、あのおピンク将軍さんっていうサークルのね、確かゆうちさんですね。そう、ゆうちさんっていう方のね作品をね購入しました。そう、猫獅子のね抱き枕カバー、これね確かねキモケット 9.5 でね出てたんですけど、いやー、僕はねそうこれなんですよ。そう、パイセン派だからさ、風衣の抱き枕かどうするかで悩んで、そこで結構悩んだ末に僕はそう、その時は抱き枕をね諦めて、でアクリルスタンドがあったんで、そうね、おピンク将軍さんの、ここ裏見れば分かるかな、おピンク将軍さんのね、そう、ゆういちさんのところで、そう、キモケット 9.5 では、このアクリルスタンドと、あとこちら、ボンこの2冊を同時にしようかってね、その場を去ったっていう、キモケット 9.5 の思い出です。ちょっと、一部モザイクはマジでくっきり、そう、ちょっとね、いや、シューチェ先輩、シーフパイセンのね、そう、おピンク将軍とか、おちんぽ将軍がちょっと見えてるんで、モザイクにしときます。はい、OK です。っていう感じでね、まあ、この2冊僕持ってるんですけど、まあ、こういう感じで猫獅子の同時誌を結構書かれてる方って印象がありますね。まあ、他にもいろいろあると思うんですけど、まあ、僕、あの、猫獅子をほら VTuber になって、あの、いろいろと1年ぐらいかけてクリアして、ようやくあの、2層作買えるってことでさ、そう、最近猫獅子の作品とかをね、作ってる、そういう演出さんとかを知り始めたからね、まだ同時誌少ないですが、今後も猫獅子の同時誌買っていきたいっていうのはま、置いといて、まあ、このね、はい、こちらの同時誌とか、いや、このアクリルスタンドですね。特にこれ僕がなんか、あの、配信とかたまに映ってるかもしれないんですけど、このアクリルスタンドの、はい、方です。その方が、ケモケット 9.5 の時に作成した、抱き枕、風家でございます。ちなみにこれ R18 です。表面はね、普通なんですけどね、あの、裏面がね、そう、あの、お尻の穴リュックパーってなってるというね、すんごい最高なシチュエーションになってるんで、よろしくお願いします。そう、で、これはね、そう、悩んだ、そう、一週間ぐらい悩んだ末にブースで買いました。1万円でね。はい。というわけでね、今回この抱き枕カバーをつけていきたいっていう作業になりますんで、よろしくお願いします。では、つけていきましょう。よし。そんじゃあまあ、早速開けていきましょう。マジ。これ目が見えない。ほんと。このマスク目が見えないんだよな。じゃあ、これ開けていきまーす。まあ、まずは軽く全体像とか映ってありますと思いますけど、よいしょ。ポン。裏面はすごいんでねそう、表面これ全部映ってる、ちょっと見えないけど、どっちがこっちかこっちかな、頭が、あー、だった、あ、逆だ逆でした、わーい、はい、こっちがですね、表面超健全でしょう、不意に添い寝してもらえるっていうね、そんな感じになっております。で、裏面はねちょっと映すとね、いきますよ、映します、はい、ドンっていう感じでまあこれは、はい、画像編集してますんで、よろしくお願いします。いや、見せられないんだけど、そう、すごい攻めてるでしょ、みたいな。この攻めとかについて、抱き枕にこのカバーつけながらね、ちょっと語っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。というわけでね、じゃあ早速、この風家のね、抱き枕、カバーをつけていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よいしょ。このね、抱き枕カバーはね、あれですね。確か、横幅、それか円周46センチに、あとは縦幅が160センチあった気がしますね。で、僕の抱き枕が50センチだからギリギリ入るかなと思って、入るかな、ちょ、結構際どいな、ちょっと頑張るか、ちょっと頑張りますね。やばい、下手したら入らないことあるんだよな。よいしょ、あ、むずい、ちょ、むずいむずい、入んないか、もしかして46センチはきつかったか。いや、いけるいける、多少ご両性、多少伸ばして頑張ればいける、ちょっとミシッとなってもいい、よしよし、ちょっとずつ入れよう、よしよし、
抱き枕カバーね、僕1年前もねちょっととあるもの買ったんですけどね、装着すると結構疲れるんですよ。私収録しながらだからもうアホもうアホなんだよな。こんなマスクしてるから余計なんか疲れるし、汗かいてしても大変だ。よしよし、今日やれないことはない。で、個人的なねやり方としてはこれがおすすめですね。ただある程度入れられたらもうこうやって一気にズポって入れる、ズポって入れるっていうかこの姿でズポって入れるとか言っちゃうとちょっと下ネタにしか聞こえねえなまあいいんだよ、そんなことは。よいしょ、はい、まずここで突風に合わせます。はい、っていうのも僕の抱き枕これ150センチなんで、そう10センチ足らないんですよこれね。そう10センチ足らないんで、まあ、だからね上に合わせてそこから一気に下にね引き抜くっていうやり方をやっていきます。一気に合わせちょっと持ったかな。よいしょ、 OK、 ギリギリなんとかなる。そう多少抱き枕が潰れてでカバーがちょっと伸びるけど、やれないことはない、まだ希望があります。でなんでねこのね抱き枕を買ったかっていうと、もう結構過激じゃん、僕実家住みだからさ、こんな抱き枕買っちゃったら正直やばいんだけど、それでも欲しかったんですよ。なんかもともとね2つ迷ってたんですよ。あのフーイエのこのそうおピンク将軍さんのユウチさんの猫石のねフーイエ抱き枕にするか、キムチ亭さんのクルトガさんのね、あのねたまたまアリスブックスでオスのね獣人が抱き枕カバー余ってて、でその時にねその時にですね、よいしょ、あれなんですよ、よいしょ、あれ、そうそう、だから竜神のね、そう、ドラゴンの獣人のやつがあったんですよ。で、そいつ細身なんですよ。まあ、クルトガさんはね、結構細身な獣人描く印象があるんですよね。で、それに対して、このユーチさんの描くフーイは、そう、まあ、てかフーイ自体がそもそもガチムチっていうのもあるからさ、そうガチムチなんですけど、そうなんか細身の獣人とガチムチ獣人のどっちを買おうかって悩んだんですよ。でそれで1週間悩んだ末に決めたのがフーイだったんだけど、その時にねあの助けてくれたのがね、あのケモナーでゲーム実況者さんでね、あの馬獣人のイメージキャラクターのエクウスさんが助けてくれました。はい、エクウスさんがね助けてくれましたよ。あ、僕は DM で相談したいことがあるんです、抱き枕についてっていう話をして、まあ、その後ちなみに2時間ぐらい話が盛り上がって抱き枕決めた後もね、なんかいろいろとあのエクーさんのね、なんかどういうのか、どういう絵柄が刺さるのかとかをね勉強しながら会話してたらね、そう結構いけました。なんかすごい楽しかったです、その話。まあエクーさんとねそう1時間ぐらいまず相談して、その結果ね不意になってたんですけどね、まあ細身かガチしかね、エクーさんもすごい悩んだんですよ。でその結果ね、まあ、いくつかの点でこれにしたんですよ。その理由としては一つはあのですね、裏側のイラストは今回あのモザイクにしてるからみんな見えないと思うけど、あのですねパンツ越しにねおちんちんとね玉袋があるんですよ、金玉があるんですよ。お得じゃねみたいな、そうちんちん、そうアナルが主役だけど、てかお尻が主役だけど、ちんちんとね、そうちんちんと金玉うっすら見えるあたりがねやっぱお得感があってね、それでちょっとこれがいいなと思ってしまったのと、で何よりもねやっぱ猫石がね、僕やっぱこのネット活動で初めてゲーム実況したのが猫石っていうのもあって、やっぱ好きなんですよね猫石、僕もにわかだけど、っていうのもあって、なんか一緒に添い寝してくれるキャラクターならやっぱなんだろうな、こう風影がいいなと思って風影にしましたって話でした。っていうのがあります。だから猫石の思いがやっぱ強かった。ゆうちさんの絵柄もすごい素敵だしね。よいしょとか言ってる間終わりそう。じゃあエクウスさんはね、なんか前の抱き枕が結構健全チックだから、なんかアビタカさんにもっと攻めてほしいっていう、あ、とんでもねえこと言われた。家族にこの抱き枕の裏が見られたら終わるんだよな。けどなんかアビタカさんもっと攻めてほしいみたいな。なんかじゃあもう一つあのクルトガさんやったら結構あの前僕が持った抱き枕と似たようなシチュエーションでね、ちょっとスイート型で、なんだろうな、正直あんましあの見えない感じ、陰部が見えない感じなんで、結構健全チック R17 ぐらいのね抱き枕だったんで、それを待ってエクウスさんは完全に R18 はこのねフーイエの抱き枕をね買ってほしいっていうなんか願望があったとさっていう話でした。よいしょ、よしよし、ちょっとうまくいってるけど、ここがここもっと伸ばして、いや、熱いわ、このマスクしながらやるの熱いわ。よいしょ、はい、よいしょ、はいはい、お、よし、いけました皆さん、行きました、僕が行きましたとか言うと下ネタにしか聞こえないけど、
行けました。よっしゃ。はい、オッケー。あとは閉じるだけ。どっちだ。よし。チャックどこ？チャックどこ？マスクで見えない。チャックで見えない。チャックじゃない。あ、あったあった。よし。閉じて。閉じて。あれ？閉じれた。閉じれるよ。なんか引っかかってるファスナーが。え、なんか引っかかってんだけど。ちょ、マスクで見えねえし。お、閉じれた閉じれた。引っかかる。よし。あとちょっと。まあ、そんなわけでね、あのエクスさんとも相談してね、結果フーエの抱き枕になりました。まあ、やっぱ一番僕パイセン推しだからね、パイセンの抱き枕があれば一番嬉しかったんだけど、猫石も好きだから全然フーエもありです。よし、ではあとは引っ張って。よっしゃ、できた。フーエできました。後ろの絵柄もね、やばい絵柄だけど、やばいラストです。 YouTube じゃもうほぼほぼ隠して見せられないですけど、あ、待って、ちょっとこっちも出てる。よいしょ。後ろの絵柄めちゃくちゃ見せられないし、家族にも見せられないけど、裏側もねしっかりとできました。よし、抱き枕やっぱね疲れるね、やるの。よし、じゃあちょっと落ち着きます。いやー、3、2、1、はい、よし。いやーいやー、うまく作れました。よかった。46センチって言われたらさ、あの円周がね、だからどうなるかって不安だったけど、まあうまく布がね伸びてくれたし、抱き枕の方もねちょっとこうギュウギュウになってくれたおかげでうまく抱き枕やりました。というわけでね、まあ以前はね、結構以前1年間ぐらい抱き枕使ったんですけどね、まあゲーム実況者だったアビタカのね次なる抱き枕はねズバリフーエでしょう。まあけどね、もしおピンク将軍さんのね、そうユウチさんがこれそう、これね、もしね、パイセンの、そう、シューフパイセンの抱き枕作ったら、僕そっちに逃げちゃいそうだけど。これで1万円したからな、やっぱね、しばらく使っていきたいな。で、その上でパイセンも出たらやっぱ買いますけどね。まあ僕一番パイセンが好きなんで。よし。じゃあ以上、ご視聴ありがとうございました。まあみんな何を見せられたんだって思うけど、まあ、抱き枕っていうのはまあこんな感じでね、そう。こんな感じで作ってるっていうのを作ってるじゃねえ。そう、抱き枕っていうのはね、こんな感じで、そう、結構、あの、かけるというか被せるのに苦労しますよっていうお話ができてよかったです。じゃあ以上、アビタカでした。猫石ね、あのスイッチの新作楽しみですよね。実況したいなと思ってるんで、ぜひその時はよろしくお願いします。猫石の続編すごい楽しみなんで。それじゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価してくれたら僕は喜びます。またね、他のアビタカのコンテンツ楽しんでくれたら嬉しいなと思いますんで、ぜひご視聴よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。